はい、多分カタチャンネルのルーリオです。今日はですね、3月30日25時から放送になりました藤井風オールナイトニッポンについてレポートというか感想というか全体的なお話をしていきたいなと思いますので、最後までぜひ聞いてですね、あなたの感想もですねこの動画に寄せていただけるとありがたいです。このチャンネルでは藤井風さんを中心に、取り扱いをしている音楽のチャンネルとなっています。少しでもですね気に入ってくださいましたらチャンネル登録、この動画への高評価よろしくお願いします。それでは早速なんですけど、藤井風さんのオールナイトニッポンについて、3月30日25時なので、まあ実質3月31日になった瞬間にですね、夜の1時に始まりましたが、皆さんはリアルタイムで聞かれたのでしょうか。僕はですねちょっとね諦めてしまって、諦めました。なので次の日に聞いてちょっとこの動画を撮ってるっていう感じです。ラジオの放送の前にですね、2、3時間前ですかね、まゆともチャンネルさんにちょっと僕生放送されてたのでお邪魔しまして、そこではですね風さんのファンの方たちがもうたくさん待機してますって、目を覚ませて待機してますみたいな人たちが多かったので、皆さんどうなのかなっていうふうに思いましてちょっと聞いてみました。早速ですね中身の方に移っていきたいんですけども、こんばんは藤井風ですっていう一言からまた始まりましてですね、マイケル・ジャクソンのですね Hear the World を披露、いきなり弾き語り披露されました。僕の予想的中ですね、なんか歌うんじゃないかっていうのを言ってたので、的中しました。まあ Hear the World はですね去年の日産フリーライブでも歌われてましたし、なんか素敵な歌声だなっていうふうに思ったんですけど、他のねこのラジオで何曲か歌われてて、とりあえずねちょっと歌った曲っていうのを紹介していきます。まず冒頭で Hear the World を歌って、結構番組の終盤の方ですかね、オールナイトニッポン藤井風卒業メドレーっていうことで、4曲歌われました。卒業写真荒井由実さんで、卒業斎藤由貴さんで、桜の時愛子さん、群青夜遊びさんということで4曲歌われて、最後にですね旅路、風さんの曲旅路で締めくくられましたので、もしねまだ聞いてないよって方はトークももちろん素敵なんですけど、やっぱり風さんの本業歌弾き語りっていうのがね聞けるラジオになってますので、ぜひねタイムシフトとかで聞いていただければなと思います。でタイムシフトを録音する方法っていうのがありますので、ぜひねこの動画見終わってからここの説明欄にリンクを載せておきますので、その動画見ていただいて、このね1週間の間だと録音できますので、ぜひ録音して保存しておいてほしいなと思います。で内容なんですけど、すごい盛りだくさんで、全体的な感想を言うと、まずなんか風さん結構歌とか聞いてると、歌詞とか見てるとすごい大人だなって、年齢よりすごい上な人だなって僕は思うんですけど、今回のラジオを聞いた時はすごい同世代の若い人だなっていうのをすごい言葉遣いとか話し方とかいい意味で感じましたね。今回のねオールナイトニッポン以外でもこのラブオールサーブオールの、メディア露出というところでラジオ何個か出てたと思うんですけど、やっぱり結構ねラブオールサーブオール、そのセカンドアルバムの世界観についての質問だとか、こうある程度決まったやり取りっていうのが主だったと思うんですけど、この、オールナイトニッポンではですねフリートークが多いというか、決まった話題はあんまりなくて、風さんの素が出るところが多かったので、なんかそうですね、新たな風さんの一面、曲の話ばっかしてる風さんのイメージしかやっぱなかったんですけど、それ以外のところも見れてすごい面白いし、親近感が湧くような内容だったなっていう風に全体的な感想としては思っています。ここからねちょっと気になった
あのそれぞれの話とか風さんの言ったこととかをちょっとピックアップして紹介というか感想というか言っていきたいなと思います。はい、まずですね、あの英語の発音がいいっていうのはあの風さんあるあるだと思うんですけど、乃木坂46のことをですね、乃木坂46って言ってたりとかして、それに対してのそのリスナーの方のリアルタイムのリアクションみたいなメールでですね、あの46の発音良すぎますみたいなあのリアクションが来ててですね、え、そういうの普通じゃないみたいな感じで風さんが言ってて、欅坂46とか AKB48 とかって言ってたんですけど、わしだけですかねみたいな言ってたんですけど、いや、わしだけやろうなっていう風に僕は思ってます。まあ、わしと僕ぐらいかもしれないですね。僕はちょっとね、動画の中で風さんのモノマネというか、あのモノマネはできないんですけど、話し方のマネをするためにちょっと英語は英語っぽく言うようにしてるんですけど、あのまあ風さんだけだよなっていうのを思ってて、あとはね、Hey Siri とかで日本中の iPhone 反応しましたかみたいなとか、ブーメランプランツって発音よく言ってくださいみたいな風に言ってましたね。ちなみに僕の iPhone は反応しなかったですね。あれは別に発音がいいから反応するんじゃなくて、あの登録してるから反応するものだと思うので、まあ、正論言っちゃったんですけど、まあまあまあそれは置いておいて、っていうのと、あのラジオネームってラジオネームのことをラジオネームって言ってたんですけど、後半はね普通にラジオネームって言ってたんで、まあ風さんも結構気まぐれなのかなっていう風に思いましたね。で、あとあれもあの発音も良かったですね。 Twitter Twitter って言ってましたね。まあ Twitter の発音を変な発音で言う人もいるんですけど、ひろゆきさんっていう、でも風さんの発音はまあ英語に忠実な発音でしたね。英語の発音がいいみたいな話の下りの後の協賛でルー大柴さんが出てきて、あ、なんか新旧英語話者が揃ったなっていう風に感じておりました。これは全体的なあのお話になるんですけど、あの多分あの台本があると思うんですね。で、台本を読んでる時っていうのを風さん比較的声がイケメンボイスになって、しかも標準語というか普段の風さんのあのもちもちしたお話の仕方じゃなくなるなっていう風に思っていて、いや意外とちゃんと喋れるんだなっていうのを感じました。あとあの途中で、何っていっぱい言うと思うけど気にしないでくださいっておっしゃってたんですけど、あれはもう完全に不利やなっていう風に思ってて、その後のお便りでもかあの何っていうのを数えますとか、最後のお便りでも今日何回でしたねみたいな風におっしゃってたんですけど、まああれは風さんの完全な不利やなっていう風に思ってました。で、まあ話の冒頭のところ、ラジオの冒頭のところでですね、フワちゃんに会った話をしていてですね、あの本当に頭おかしいっていう風にフワちゃんのこと言ってましたね。で、フワちゃんが藤井風見たいって言ってたからなんか一緒に会ったらしくて、風さんの曲の中で好きなのがさよならベイビーやったらしくて、フワちゃんと一緒に風さんが歌ってた、熱唱してたっていう話を聞いて、いやぜひ聞かせてほしいなっていう風に思いました。で、なんかお芋のお菓子をね、あのフワちゃんからもらって、それをあの譜面台にしてるっていう話もしてて、なんかそういえばあのフワちゃんもあの藤井風さんもあの人間だったんだなって、交わる世界に住んでたんだなっていうのをなんか感じてしまいましたね。確かに風さんとあのフワちゃんが同じ空間に存在してるの結構面白いなっていう風に思いました。あとですね、気になったのは喫茶風のコーナーですね。喫茶風というちょっとショートドラマというかあのストーリーみたいなのがあって、その CM 終わりにね、何回か喫茶風ありましたね。で、喫茶風、風さんコーヒー飲まれへんけど風さんが、マスターっていう設定でいろんな人が出てくる。マネージャーさんのズッツさんとコバさんですかね、女性の方で、コバさんはですね結構レアな方っていう風に風さんもおっしゃってて、なんか断蜜みたいな声ですねっていう風なお便り来てたんですけど、
いや断蜜じゃなくてチンスコーやねって、蜜じゃなくてチンスコーみたいな声をしてるっていう風におっしゃってましたね。であとズッツさんもあのよう出てくるズッツさんも出てきましたっていう話をしてて、なんかズッツさんの話し方聞いて、いやめっちゃ関西弁やなと思って出身を調べたら大阪でしたね。はい、あれはもう本当に生粋の大阪人だなっていう風に僕も感じましたね。あと、まあ、電話のコーナーがあって、風さんのファンの方が3人ぐらいかな出てこられて、いろんなエピソード聞かせていただいて、ありがとうのコーナーでね、ありがとうを伝えていくっていうところだったんですけど、あの福岡のね、あの電話をして野球をしてされている方で、あの親父さんがあの普段忙しいトラックのうんちゃんをしてるけど、こそっと有給を着てて、有給を取って、試合を見に来ててっていう話で、お父さんにありがとうって言いたいっていうところだで、あのメッセージが来てたんですけど、あの福岡の人に対してですね、かわいいかわいいを連呼されてました。これなんか聞き覚えあるなって思ったんですけど、僕ですね、あのヒートツアーの時に福岡 2days 行きまして、あのその時も多分風さん福岡の人のことかわいいかわいいかわいいって言ってた気がするので、なんか福岡のこと好きなんかなっていうふうに思いましたね。電話のコーナーで言うと、なんかジュゲムをあの披露してくださったファンの電話かけてくださった人がいて、まあ、ジュゲムの時どんなシチュエーションだと思いますかみたいな感じでね、電話された方がですね質問されてたと思うんですけど、風さんも完全に質問聞いてなくて、え何の質問やっけみたいな、絶対気抜いてたなっていう風に思って、なんかそういうなんかあのしっかりしメディアのために作り込んだ藤井風みたいな感じじゃなくて、ありのままの姿を見せてくれたのもすごい印象的なラジオになってたんじゃないかなっていう風に思います。結構あのざっくりでしたが、あのレポートというか自分の感想というかをお話しさせていただきました。皆さんはですね、この藤井風のオールナイトニッポンどこが気に入りましたでしょうか。もしね、気に入ったところあればですね、僕もあの共感したいのでですね、コメントいただければなと思います。でですね、まだね、あのこの1週間放送から1週間はですね、あの ラジオをですね録音タイムフリーで聞けたりとか しますので、ぜひねそちらを聞いてみていただけると嬉しいなと思います。てなわけで、今日の動画以上となります。もしね少しでも、あそれ面白かったよねっていう共感できるかとこがあったりだとか、あのためになった情報ありましたらですね、動画に高評価チャンネル登録のほどよろしくお願いします。通知音もしていただけますと、あの次の動画から通知が行きますので、あのいいかなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。